はい、どうも、うずです。今回の動画は商品の紹介です。提供いただいた品があるので、その品のちょっとレビューやってみたいと思います。で、今回紹介するのは本日、この動画が公開された日、2020年3月10日に発売された製品なんですが、はい、こちら、チーロ。チーロのワイヤレスイヤホンライトスタイルっていう商品が本日発売されました。で、事前にこのイヤホンを送っていただいていたので、ちょっと使ってみようかなと思います。ただ、名前からもわかるようにライトスタイルって入ってるので、基本的にはそのノイズキャンセリングがどうだとか、そういう複雑な仕様はなく、お手頃な価格で買える完全ワイヤレス型イヤホンということでご覧いただければと思います。ただ届いた製品のパッケージ見てみたら結構おしゃれで可愛いデザインになってるので女性向けなのかな、ターゲットはかもしれないね。でね、箱をこう開くと、はい、こんな感じで中が見られるようなパッケージになっていて、なんかお店とかでね飾ってあったらいい感じで見栄えのいいパッケージになってると思います。うん、すごい可愛い感じで、このイヤホンのポイントはもうここに書かれている通りなんですけれども、連続再生5時間で、ケースにイヤホンを入れて充電しながら使えば 17.5 時間最大利用できるという仕様になってます。で、あとは軽量コンパクト、Bluetooth が 5.0 ということで、はい、開けてみましょう。はい、で、パッケージの方はもう本当にねおしゃれな感じで、こんな感じでいい形だね、いい感じでできてるんですけれども、これをじゃあ開けてみようって段階で、はい、取り出しのはこんな感じですね。はい、取り出すとこんな感じで、シンプルに商品が収まっております。で、取説の方もしっかり日本語でね、入っていますね。で、入ってるケーブルは USB の Type-C ケーブル。すごい軽いな、このケース。で、バッテリー残量をね、ちょっと見られるボタンと USB の Type-C 端子が入ってますね。で、開けるとこんな、あ、開けると可愛いね、やっぱりね、色がね、おしゃれな色してる。で、イヤホンはちょっと大きめかな。まあ、そのまま AirPods だね。AirPods のデザインだな、これ。はい。じゃあ、これちょっと Bluetooth 接続して、音聞いてみようかな。あ、じゃあちょっと一回ね、ここケース入れてみよう。はい、あ、いい感じ。はい。もうライトが光って、ここもね、ちゃんと今、ペアリング状態なのかな。ちょっとペアリング繋げちゃいます。もうすぐね、デバイスの方が出てきてくれるので、ここをタップして繋げて終わりですね。はい。では、私の iPhone と繋げた、こちらのチーロの新しいワイヤレスイヤホン、ライトスタイルを、ちょっと音聞いてみようと思います。で、一度スマホやオーディオプレイヤーと繋げれば、ケースから取り出せば自動でペアリングされるので、このあたりも最近のイヤホンと変わらず、快適に使うことができますね。で、耳は引っ掛けるタイプなので、カナル型と違って、こう、ぐっとね、イヤホン押し込まれる感覚はないので、周りの音もちゃんと聞こえる状態で音楽を楽しめるというタイプになってます。で、操作に関しては、この耳のところ、ここの部分がタップセンサーになっていて、ここをダブルタップすると曲がストップ、再生停止をしてくれます。これは左右のどちらでも行うことができます。同じ操作ですね。で、トリプルタップ、3回タップすると曲送りが右側。で、曲を戻す場合は左側をトリプルタップ。反応は非常にいいです。スムーズに指に反応してくれます。で、音楽を聴いてない時にトリプルタップをすると、Siri が起動してくれます。で、音楽の音質に関しては、特別いいっていうことは、ないです。普通です。まあ、普通って言ってもね、それぞれの人によっての普通っていうのはあると思うんですけど、さすがに、こう、ゼンハイザーとかアビオットの、カナル型のイヤホンに比べると、音の方はちょっと抜ける感じにはなりますね。まあ、そもそもがね、形状が全く違うからね。まあ、ただ、ちょっと外に出かけるときに、周りの音も気にしながら音楽楽しもうと思ったら、ちょうどいい感覚で聴けるイヤホンになってると思います。で、Bluetooth も 5.0 なので、電波の干渉もね、比較的受けにくいので、新宿とか、秋葉原とか、本当に人がごった返すところ以外で聴くんだったら、途切れの心配もほぼないと思われます。あ、そうそう。あと、このイヤホン、片方外して、片方の状態、片耳の状態でも利用できますので、ちょっとしたハンズフリーイヤホンとしても利用できるってところも、いいポイントになってますので、まあ、ちょっとコスパの良い、カナル型じゃない完全ワイヤレス型イヤホン探してるって方がいたら、このチーロの新しいワイヤレスイヤホン、ライトスタイル、おすすめできる商品になっています。まあ、でもこれちょっとね、可愛い感じだからね、ちょっと、上のお姉ちゃんにあげようかな。もう中学生になるしね。うん。ワイヤレスイヤホン、このぐらいのやつ持っててもいいよね。はい、といったところで今回簡単でありますが、こちらの発売されたばかりの、チーロワイヤレスイヤホンライトスタイル、ご紹介の方を終わりたいと思います。
普段からいろいろな商品を紹介している YouTube チャンネルなんですが、新しい品も比較的早めに動画に上げますので、こういう話が好きな方はぜひチャンネル登録していただけるとありがたいです。ではまた別の動画で、バイバイ。でもチヒロっていうと、私はもうね、モバイルバッテリー、こういったね、バッテリーのメーカーっていう認識がすごい強かったんですが、結構ね、いろいろなものをやはり作られてきますよね。うん、面白い感じですね。で今回のイヤホン、ほんとね、これ、ケースね、持ってみてもすっごい軽いの。ほんと、カバンとかポケット入れてても、全然邪魔にならないっていうのもね、いい魅力だと思います。うん、可愛い感じ。